どうも、トミーです。今日も早速、トミーデシベル、行ってみたいと思います。今日はですね、ジンさんからリクエストがありました。前回の座談会の時にですね、私がちょっと口真似をしたんですね。ジンさんがですね、その口真似をですね、トミーデシベルにやってみてくれないかということをね、言ってましたんで、そのリクエストにお答えしようかなというふうに思っております。それでは、早速参りましょう。それでは行きましょう。 はい。というわけでございまして、えー、今、ね、えー、口真似をやってみたんですけれども、ま、画像と混ざってね、どういう風に聞こえたかな、というふうにも思うんですけども、今日出ましたのはですね、えー、サイレントな感じでございましたね。トミーデシベル、えー、88.6ということに、 なっております。えー、そんなわけでですね、インベーダーゲーム、懐かしいですね。もう喫茶店に行きますとね、コインをこう重ねて何回もこうトライするみたいなことがね、あったり、いろんな打ち方があったりなんかしてね、ちょっと懐かしい感じでございましたけれども、今ではね、考えられないビット数、 8ビット、4ビット、ね、多分、ものすごい隙間のあるゲームだったんじゃないかなというふうに思っております。まあ、そんなこともございまして、えー、今日もお届けしましたトミーデシベル。一週間も様々なことがあったと思いますけれども、皆様も笑顔で参りましょうそれでは、またまた会いましょうリクエストもお待ちしておりますではでは